はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リフトアップができちゃう大人の品があるハーフアップをご紹介します。普段のね、顔のたるみだったりとかって気にされてる方も多いと思います。普通にね、ハーフアップだったりとかで髪の毛まとめても上がるとは思うんですけど、持続がなかったりとかね、時間が経つとあまり崩れてきちゃったりすると思います。今回の方法はね、ピンポイントで上げることによってより根元が上に上がって、リフトアップ効果があって、なおかつ持続する効果があります。今回はね、ハーフアップでやってるんですけど、ダウンスタイルでも使える方法なので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず取り分けていきます。だいたいこのあたりぐらいの髪の毛を取り分けて、もみ上げぐらいから約3センチぐらいの幅を下に下ろした状態で、上の髪の毛を止めておきます。で、次にこの下ろした髪の毛の耳後ろから前の髪の毛ですね、この髪の毛を取り分けて、これをね、後ろ斜め上みたいな感じですね、この角度で引っ張り上げます。これを両サイド、ここでね、上げていくことによって、このね、皮膚が持ち上がるので、少しリフトアップ効果があります。この分け目あると思うんですけど、ここにね、沿わせるようにしてあげると結構ね、バランスよくなります。ここでゴムで結んでいきます。で、結構しっかりめに結んだ方がいいんですけど、あまりね、強く引っ張りすぎると後で痛くなっちゃうので、この辺はね、調節しながらやってください。で、ゴムで結んだらこんな感じです。で、これだとここのね、部分が結構浮いてしまう可能性があるので、フルリンパして毛先を下に馴染ませるようにしてあげると、浮きが分かりづらくて収まりが綺麗になります。で、次に上の髪の毛を下ろしていきます。で、この時にね、お好みで顔周りの遅れ毛を下ろしてもらっても大丈夫なので、これはお好みでやってください。で、上の髪の毛を後ろに、で、このね、部分とね、こう分かれてしまうと結構バランス悪くなってしまうので、少しね、隠すような感じで手節で動かしながらバランスを整えていきます。で、このくるりんぱした髪の毛を覆いかぶすような感じで、上からゴムで結んで、こんな感じでまとめていきます。で、顔周りのね、前髪を少しこう広げて、この隙間が出てると思うので、この部分は下に引っ張りながら隠すようにしていてください。そうするとよりバランスが綺麗になります。あとはここがちょっとベタッとしやすいと思うので、この部分もゴムで押さえながら高さを出すようにボリュームを出していきます。この辺はね、お好みで大丈夫なので、少しね、丸みが出てベタッとしてなければ OK かなと思います。でね、最後はこうお好みで、やっぱゴムが結構むき出しになってると、まあ、あんまりね、バランスが良くなく、おしゃれに見えないので、こういったところにね、ヘアアクセをつけていきます。ゴムを隠すように。こんな感じでやって、完成です。はい、ということでね、こんな感じでご紹介させていただきました。一手間加えるだけで、結構印象が変わります。ぜひ騙されたと思って皆さんやってみてください。多分癖になること間違いなしです。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。